プリリプンセスですあのアテレコであのー、撮ることができるようになったのでとっても嬉しいです。こうやって画像をもとに上から声を重ねられることが分かったのであのこれからはねあの無理にカラオケに行ってあのコーディネートをあの紹介するためにあの無理にカラオケに行ったりとかすることも なないなと思ってもしカラオケに行けない時でもこうやってあの、まあ、写真さえ撮れればえこちらをもとにコーディネートのご紹介ができるのでとっても嬉しかったです、えー、スマホが壊れたんですけれどもえそれをきっかけにしてあのまたねあの新しい知識が身についてあの怪我の巧妙でした本当にねこちらのコーデもあの本当はね あのとてもね紹介したかったんですけれどもこの日はちょっとカラオケに行けなくってあのコーディネートの紹介ができなかったんですねだけどこうやってあの画像さえあればこうやってねあのまた紹介できるのでとっても嬉しいですではえこの日はあの私が勝手にあのアルプスの少女風の,あのあアルプスのハイジ風の あのー、メルヘンチックなコーディネートですっていう風にご紹介したんですけれども、そちらをご覧になってくださった方から、あの、軽井沢で秘書を楽しむお嬢様みたいって言われて <laughs>、とっても嬉しかったです。ありがとうございます。なので、また別名で、えっと、軽井沢お嬢さんコーデという風にも名付けたいなと思います。 こちらは、えー、上は上ディア・プリンセスですね、えー、ディアプリンセスのちょっと拡大してみますねディア・プリンセスの,あのちょっとリパティ柄になってるんですねあのとってもあの細かい青青とか赤とか黄色の入った、えー、細かいリパティ柄になってますねそしてねあのスカートは、えー、こちらですねスカートは、えー ユニ,ユニバーバルミューズですね。あの、ストロベリーフィールズ。皆さんご存知ですよね。そちらの妹ブランドなんですけれども。で普通にね、ストロベリーフィールズの中で売ったりもしています、えー。ユニバーバルミューズの白い、これ、プリーツスカート。ふわっとした。すごいエアリーで軽くて、これも楽なんですよね。もう履いてないみたいに軽いんですね。<laughs> なので、こちらを合わせてみました。 そしてねあのこのお素材とちょっとこの下のこのフリルが合ってると思いませんかこのブラウスについたねフリルが合っててなんかね馴染んでねあのなんかちょっとつながってるみたいな感じで可愛いんですよねそうで,こん,な <laughs> でこんな感じのあのはいあのちょっと爽やかなねほんと確かに軽井沢っぽいですねうんすごいナイスネーミングありがとうございます そう、こんな感じで本当にね、涼やかでね、これもね、気に入ってますね。はい、えー、美浜の、あ、ん美浜のパンプスですね。こちらもね、美浜のパンプス。もう大活躍のネイビーリボンです。これもね、あの、ちょっとブラウスの、ここですね、ここと一緒に、一緒の色なので合いますよね。はい、そして、 こちらに、あ、そう、日傘も効いてますねっていうコメントいただいて、こちら日傘ですね。サンバリア100、確かに合ってますね。なんかこれがまた軽井沢感出してていいですね。こちらは、うん、合ってる合ってる。なんか余計にこれを持つことによって、あの、なんというのかな、爽やかさとか、お嬢さんぽさとか、 が、増してる感じがありますね。このコーディネートにも確かに、あの、言ってくださった通り合ってますね。そして私がよくしている、こちらですね。アルファンブラ。これもほんと何でもあってね。ほんと楽なんです。すっごい、どんなコーディネートにも合うから。あってちょっとね、あの、上品さとか、クラスアップというか、少しね、あの、いい感じにまとめてくれたり、うん、例えばまあ、 うんプチプラとかカジュアルなお洋服だったとしても、これをすることでちょっとランクアップしてくれるので、とっても使えますね。はい、こんな感じで、一い面白いですね。こんな風にできるなんて、もうこれから、あの、無理にカラオケに行かなくてもよくって、本当に。